みーちゃんさ、こうもう12月入ってからデビューして、はい、結構ね、何日間かしたと思うけど、はい、どう慣れた？いやなんか一旦慣れたと思ったんですけど、うん、ちょっと今日また緊張してしまって、うん、なんか失敗しないようにって思えば思うほど、うん、空回りしていくんですよね。すごいわかるし、あの私もこう学生しながらちょっとこう番組入っていたことがあるので、この、 あのリセットされる気持ちもそうなんですよね。すごいわかる。すごいわかる。ちょっと再起動まで時間がまたかかってしまうっていうのが、うん、うでちょっとこう2日とかして慣れたかなと思ったら、またちょっと長い期間ね、そうなんですよね、入らなかったりすると、はい、いや本当にね、戻っちゃうのはすごく、うん、すごく多分一番キャスターの中で一番気持ちがよくわかる。週末ヒロインって言われてたんですよね。ちょうどね、週末だけしか出られなかったので、その時はそうです。